ザ・ KZ と KZ マスターズ、朝一番のタイムトライアルがあって、そして時間的にはこれ2時間半ぶりぐらいの走行になるのかなというところで、ドライコンディションに変わっています。朝一番のタイトラはびっくり仰天カーナンバー11番、ビオーレモータースポーツのリン・カーターがマスターズにしてポールポジション獲得。岩崎彩とかなりショックだったみたいですよ。あったんですよ。そしてあれ行かれたねって言ったら、もうね、自分も電光掲示板見て、は11って誰ってなったらしいです。横見たら11 リンさんちゃんみたいになって、結構周りにも言われてちょっとへこみましたって言ってましたけども、まああのね、焦らずにスタートを決めていってもらいたいなというふうに思います。朝一番の公式練習がね、良かった、タイトルが良かったドライバーにとっては、あれぐらいの濡れ路面の方がいいよっていうような状況だったんだと思いますけれどもね。さあ今度はドライコンディションとなりました。どんな風に走っていってくれるのか。そして3番グリッドの安藤優と4番グリッド下野梨央の対決はどうなっていくのか。さあそして7番手のカーナンバー71番、御年71歳大谷春夫さん、ベベではなかったと、岡田久夫に勝ったというのがね、しかもかなり勝ったというのがかなり大谷さんにとって嬉しかったみたいですけれどね。岡田久夫も合わせてくることができるでしょうか。それではスターティンググリッドです。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー11番リン・カーター、セカンドカーナンバー3番岩崎彩人、3番手2番安藤優、4番手34番下野梨央、5番手99番西面直明、6番手1番春日正信、7番手71番大谷春夫、8番手27番岡田久夫、後方グリーン、前方レッドフラッグマン退避、シグナルはレッド点灯、ブラックアウトスタート。スタートはやっぱり岩崎彩人が良かったが、1コーナーはリン・カーターが抑えて、さあリンが前状態になっている。2コーナーでもどうだ。まあ岩崎は焦らなくても大丈夫です。後ろから安藤も来る、下野も来る。さあリン・カーターどこまで耐えれるの。おい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 、5コーナーかなりのブレーキングに後ろはびっくり。さあ安藤優がそこについていく形になりました。岩崎彩人はちょっと危険だから様子見ようかななんて思ってても不思議ではないような、そんな状況になっております。4番手下野梨央がそこにぴったりついている。いずれにしましてもいつもとは違う展開、バックストレートエンド、安藤優入っていった。さあ安藤優は岩崎彩人以外に負けると髪の毛がなくなってしまうという情報が今回も入っておりますので、これは前に出ていかないといけません。周回数は10周の予選ヒート、オープニングラップ終了。2コーナーから3コーナーのところ、トップは安藤、2番手にリン、3番手には、さあこれはもう岩崎彩人がなんとかなんとか守っていきた。おお、5コーナーで入っていきましたね。岩崎彩人2番手に浮上です。そしておお、下野梨央も追ったことも入っていく、結構ギリギリで入っていきましたが、立ち上がりで前に出ていきました。さあこれで KZ の3台がトップ3という形になりました。マスターズのトップリン・カーターは総合4番手、5番手6番手なんですが、最終コーナーから立ち上がってきまして、5番手は春日、6番手は西面、7番手は岡田、8番手が大谷となっています。大谷さんもね、まだ雨の方が体には優しかったんだと思うんですけれども、ドライコンディションになりました。前回2連戦に出て体バラバラになりそうだったんだけど、その後ねとか、なんかゆっくり休んだのかなと思ったら違うんですよ。その後ねゴルフね、3日か4日連続で行ってね、その後また走ったら大変なことになって、当たり前です大谷さん、普通のドライバーでもそうなりますみたいなね話をしてました。非常にタフなドライバー、71歳です。さあホームストレート、トップ安藤に対しまして2番手の岩崎。さあここが縮まっていくかどうかというのがこの予選の見どころになってまいりましたね。さあトップの安藤優は先ほどファスティストをマーク、43秒521、2番手岩崎は43秒668、0.14秒、安藤の方が先ほどの周回は早かった。けどね、2周
ションの場合は本当に一瞬シフトが入らないというようなことが起きると一気にコンマ1ぐらい変わってきますから、わからないんですよ。大きく話してても一気に近づいていくということがあるのがこのカテゴリーです。さあホームストレート4周終了、最速カテゴリー KZ クラス43秒台で推移しています。3番手の下野リオも前の2台と同等の43秒7、リンカーターは44秒台ということで、前の3台にはさすがに追いついていけないかなという感じで、後ろからカーナンバー1番去年のチャンピオン春日が追い上げてくる形になっています。春日とリンだったらそれでもリンの方が現在ギャップはいいので、このまま逃げれるかどうかというところですね。帰ってくると5周終了、予選ヒートは半分終わりということになりますが、トップ2、先ほどコンマ8だったタイムギャップは今1秒033、安藤いいですね、セクター3でも最速をマークして岩崎綾人の追跡を振り切っております。岩崎綾人は開幕戦の時にこのクラスも含めて4連勝したドライバー、あの時は安藤ヘビーベッドに足を取られて1回転クルンと回ってしまいました。下野リオもそういうのがありました。しかし今回はドライコンディション、ミッションカテゴリーとしては安藤の方がキャリアが長いようなイメージが、勝手なイメージなんですけどあるんで、さあここはもう岩崎綾人にも勝って先輩として胸を張っていきたいところかと思いますが、後ろから岩崎綾人も自己ベストをマークして安藤との差を少し縮めました。残り周回数は4周、さあ縮めたといってもコンマ1ぐらいのことなので、現在コンマ9ぐらい差があります。トップ2、まあ、普通に走っていればこの予選でひっくり返ることはないかなというところ。さあ4番手争いです。マスターズのトップ争いがタコツボのところで勃発しています。リンカーターと春日正信と後ろから西面直明、バックストレートエンド。さあ春日さんはどこで行く、リンに対しまして今いろいろ考えながら後ろついて走っていると思うんですけれども、どこで入っていくでしょう。7周終了、残り周回数3周1コーナーだー、ギリギリだが、これはちょっと厳しい、あうなあ、なんかもう吹っ飛んでいきそうで怖いです。さあリンカーターの後ろで春日はもう一度仕切り直しという感じですね。さあこの KZ クラスに関しましてはすごいトルクがありますので、ね、立ち上がりがいいので他のダイレクトのカテゴリーとはラインが変わってきますよね。なのでダイレクトではいけないところも KZ では抜きどころになったりもするんで、まあ、1コーナーは結構危ないから他のところでサクッとしっかり抜いててもらいたいなと思うんですが、さあ残り周回数は2周です。トップ2は1秒差とまた広がりました。3番手下野は単独、4番手争いでリンとカスラー、そしてちょっと離れちゃったのがサイメン、その後ろで岡田と大谷が単独走行となっています。さあタコツボのところ、リンカーターとカスラー元信の一騎打ちが続いています。あと1周半、さあタイムキャップとしてはコンマ2ぐらい、バックスルーというと立ち上がり重視のラインに設置したカスラーだが、これは1コーナーから2コーナーあたりを狙ってのラインだと思います。さあ伸びてくるか、伸びてくるのか、今度はいけるか、リンが後ろを若干振り返ってラインを抑えていく。春日は1より多分ね2ぐらい想定してたんじゃないかと思うんですけれども、そこでも動けませんでした。さあ気づかれています。ファイナルラップ勝負は決勝のスタートぐらいに持ち越した方がいいかなという空気になってきました。さあそうこうしているうちに KZ のトップ3は最終セクション。さあバックストレートへと、春日はインサイドにマシンを振る、どうだ、横並び横並び、銀河、あーこれは春日だ。トップ安藤、2番手岩崎、3番手下野、そしてバックストレート遠藤のところで春日が前に出てきまして、マスターズのトップは春日、2番手リン、そしてこちらは KZ の4番手サイメン、さらにマスターズの3番手の岡田久夫、
さらにもう71歳が走っているというだけで何か賞をあげたい大谷、今チェッカーを受けていきました。